決戦、日本シリーズは、1974年に発表された、神戸、武蔵の短編小説、早川書房の早川 SF コンテストに応募、仙外加作を受賞して、SF マガジンに掲載された。兵庫県西宮市に、本拠地を置いていた二つの球団、阪急ブレーブスと阪神タイガースが、日本シリーズで戦うことになったら、という、プロ野球球団の戦いを想定して描いた。 短編である。阪急電鉄と阪神電気鉄道という、大正期以来阪神間にて輸送を競い、それぞれ独自の文化を築いていた両者の沿線の様子の違いを指し示した作品でもある。奇抜な発想に濃厚な関西弁、個性豊かな登場人物、情報落語の影響を受けた語り口など魅力ある一編となっている。また阪急ブレーブスや阪急西宮球場、 今津駅の連絡線や、阪急西宮北口駅の平面交差などが過去のものとなり、さらには、阪急、阪神が、阪急阪神ホールディングスという同一企業の参加となった現在では、読むものにある、種の教習館を覚えさせる作品ともなっている、阪急西宮球場と阪神甲子園球場及び、阪急今津線の位置関係図、ちなみに、 阪急西宮球場は現在は阪急西宮ガーデンズになっている。関西を本拠とするスポーツ新聞、スポーツ一本が発足25周年を記念してイベントを企画した。折しも、阪急、阪神の両者が保有する野球球団、阪急ブレーブスと阪神タイガースが開幕以来独走体制に入っていたことから、日本シリーズで両球団が戦い、 敗北した方の会社の路線を勝利した会社の電車が外線走行するというものであった。それぞれのホームグラウンドの阪急西宮球場と阪神甲子園球場をつなぐ位置にある路線である今津線にちなんで今津線シリーズとこの対決は呼ばれるようになったに二駅で最寄り駅の甲子園駅である。対決はセパの両チームにとどまらずファン、応援団をはじめ 芸能人からマスコミ、企業、文化人、さらには阪神間の各都市、すなわち大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市の住民、商店街、それらが地域のチームにより2分されての大騒動となってゆく。ペナントレースは順調に両チームが優勝し、日本シリーズとなるが、その日本シリーズは第7戦までも連れ込んで引き分けとなり、 最終決戦となる第8戦の大詰め、逃げ切るかさよならかの際に、熱球的ファンである作家のドクトル・ロカンボこと、北北森尾が、怪しげな呪文を唱え出し、決戦、日本シリーズはフィクションであるが、実際に、阪神戦を、阪急電車が走行した例がある。作品中でも言及があるように、阪急、阪神の両者ともに、神戸高速鉄道に乗り入れていることからも、 鉄道システム的には大きな混乱なく実施できることは分かりやすい。また、鉄道事業法の施行後は、神戸高速線が両社の免許区間となっている。2010年の事業形態変更後も、新開地高速神戸の一駅間は、阪神、阪急それぞれの神戸高速線として、事業区間が重複しており、同じ線路を両社の車両が走行している。 読売ジャイアンツをひいするスポーツ報知は時期になって全く無関係な記事を載せたりしているレールストーリー13殴り込み事件って一体何マルベリールーム阪急5100系が阪神山ヶ崎へ鉄道ファイ公式サイト2014年7月14日配信阪,阪急電車が阪神線走った夏の陳時。 その理由とは2014年9月8日11時44分朝日新聞デジタル、関西の鉄道ファン創前、阪急電車が、阪神の線路を走行ザ・ページ大阪2014年7月15日配信、あれ阪神線路に、阪急車両史上初、ファン興奮神戸新聞2014年7月17日、ありがとうございます。